皆さんこんにちは、浪費家の妻です。今回は私の朝起きてからやること、いわゆるモーニングルーティーンというものを撮ってみました。興味のある方、よろしかったら最後までご覧くださいませ。こちら完全寝起きで、もう髪の毛ボッサボサでちょっと整えてから動画撮ればよかったって今すっごい後悔してるんですが、こちらは旦那さんのお弁当を作っております。一応ね、毎日作らせていただいております。私のお弁当はですね、大体がメインのものが、前日の晩ご飯の残り物なんですが、この日はですね、前日がとんぺい焼きだったため、メインのおかずがなくこの日に作っております。なのでいつもとはちょっと違うかもしれないです。はい、こちらはね、私毎朝コーヒーを必ず飲んでおります。どうしてもね、コーヒー飲まないと動けないんですよね。カフェイン中毒なのかなって自分では思っております。そしてこちら旦那さんのお弁当なんですが、お弁当の半分以上はだいたいご飯です。はい、めちゃめちゃかさ増ししちゃってますはい、でこのご飯にはだいたいふりかけをかけるんですが、旦那さんにね、混ぜご飯の方が好きだって言われたので、今回からわかめの混ぜご飯のものを買って、混ぜ混ぜしました。はい、優しいですね、私本当に。はい、ということでご飯が出来上がりました。次にですね、私は毎日卵焼きを焼いております。これは私のモーニングルーティンなのか、弁当のモーニングルーティンなのか何なのかね、もう分からなくなってきたんですが、まあ、お弁当の紹介を今回はメインにさせていただきますなんかねよくわからないんですよね。はい、まあ、続けさせていただきます。卵焼きどうですか皆さん、お味の方は。私のお家はだし巻き卵というんですかね、お塩と醤油とだしの素を入れた卵焼きとなっております。皆さんはだし巻き卵と砂糖が入った卵焼き、どちらが好きですか？私はね、まあ、だし巻き卵なんですが、砂糖が入った卵焼きも普通に美味しいですよね。だいたい大根おろしに醤油をつけて乗せてから食べたりしてます。はい、結局塩辛くなっちゃうんですが将来高血圧はい、そして私のね、卵焼きの過去の記憶といいますか、はい、小中学校ぐらいに幼なじみと話した記憶が、その幼なじみの卵焼きには砂糖が大さじ5、6杯入ると。はい、もうおやつじゃんってその幼なじみはきっと高血糖ですね、将来。はい、そんな感じで卵焼きが焼き終わりましたね。これはね、卵がね、L サイズだったので結構しっかりとした卵焼きになりました。めちゃめちゃ美味しそう。卵焼きね、めちゃめちゃ好きなんですよ、私も。美味しいですよね。お弁当の中身、好きなものランキングで堂々の多分1です。はい、そのぐらい好きですね。焼きたてとかだったらマヨネーズと醤油をちょっとつけて食べるのがめちゃめちゃ大好きです。ちなみに妻はマヨラーです。マヨネーズご飯とか普通に食べます美味しいです、あれ好きですね。はい、こちらブロッコリーです。そちらをね、解凍していきます。はい、ブロッコリーの冷凍はなんか房を下にして解凍すると、解凍が早いっていう風にネットのどこかで見ました。なのでいつもそうやってます。はい、卵焼きを切り分けておりますね。だいたいこれを4等分にして、3個がお弁当の中に入って、こちらの1個が、息子が朝ごはん用に食べるものとなっております。ね、本音で言うたら私がつまみ食いしたいぐらいなんですが、息子が卵焼きが大好きなので残してあげております。卵焼きがないときはね、なんで卵焼きないのってね、時々言われるんでね、あるときは必ず残すようにしております。そのぐらい我が家では卵焼きが人気なんですが、必ずね、お弁当の中には入れてあげたいなって思っておりまして、毎朝ね、朝起きて卵焼きを焼いております。それ以外はね、大体作ってないです
今回はメインを作る必要性があった件作っとるけど、本来であれば卵焼きだけを焼いて、終了でございます。はい、ということでこちらメインを作ってまいります。豚バラ肉が前日のとんぺい焼きの残りがありましたので、そちらを使用してブロッコリーと一緒に炒めまして、本日は、スパイス炒めですね。はい、めちゃめちゃ簡単となっております。まず塩コショウで下味をつけておりまして、後々出てくるんですが、あの魔法のスパイスですね、こちら堀西でございます。これね高いんですよ。一瓶900円800円ぐらいするですが、めちゃめちゃ美味しいです。結構前に焼肉キングに行きまして、そちらでね堀西焼肉っていうやつをね食べても感動して、めちゃめちゃ美味しいってなって夫婦で、はい、じゃけんその時に惚れて買ったスパイスとなっております。意外と持つしね、はい、アウトドアには一切行かないんですが買っております。美味しいです。はい、ということでこちらメインが出来上がりました。豚バラねカリカリに焼いたらめちゃめちゃ美味しいですよね。はい、ということでこちらお弁当箱に詰めていきます。旦那さんのお弁当なんで遠慮なしに卵焼きとかも素手で触っちゃってますね。はい、これ賛否両論あるかと思います。旦那とはいえね人にあげるものなので、素手では触らない方がいいよっていう方もいらっしゃるかと思いますし、お店で出すもんじゃないけん別にええじゃろうって思われる方もいらっしゃるかと思います。私は後者です。旦那じゃけんええじゃろうっていう気持ちで作っております。逆にね旦那はね喜んでおります。私の手垢がついたものを食べれることが喜びだと思っておると思うので。マジ旦那のことなんだと思っとんって。はい、そんな感じなんですが、こちら弁当を詰めております。いつもは卵焼きとメインと、こちらの隙間に入るのがほうれん草のごま和えだったりとか、キャベツの塩昆布和えだったりとかなんですが、今回はね前に作った常備菜すごぼうがあったのでそちらを詰めています。すごぼうね息子の大好物なので時々作っております。ただねこれ見てください、見た目が非常によろしくないです。どうやったらこれ綺麗に入れれるんって思いながらね、ちょっとイラってしながら詰めております。こちらのお漬物は業務スーパーで買いました。お弁当によく入ってるやつです。はい、大興奮して購入いたしました。このお漬物めちゃめちゃ好きなんですよね。はい、業務スーパーのね動画もね週末にあげようかと思います。こちら完成いたしました。お弁当でございます。彩り豊かとなりました。お漬物のおかげで、なかったら茶色い弁当ですね。はい、ということで完成でございます。こちらのお弁当だいたい5時に起きて作成して30分ぐらいで作り終わっております。旦那さんはその間ギリギリまで寝ておりますね。はい、時間ギリギリになって起きて朝ごはん食べて歯磨きして着替えてコンタクト入れてっていう感じなので結構バタバタしておりますね。私の遅刻癖が根付いてしまったのかっていう感じですね。やっぱ長年一緒にいるとどちらかに似てきてしまいますよね。はい、悪い方に似てしまって申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。はい、旦那さんのお茶を継ぎつつ横目で見てた旦那のコップに水をつけてない状態。お前水つけろよって言ったら、なんでそうやって水つけてない時だけ見てくらんっていう風に言われたんでね、じゃあ私が見る時は毎回水つけてないんだね、どういうことなんだろうってからちょっと小喧嘩小喧嘩が始まってしまいました。はい、ということで旦那さんの後は、忘れないように息子のお茶もついでおります。あ、お見苦しいですがこちらも毎日のルーティンとなっております。だいたい抱きついてきますね。はい、まだというかもう新婚ではない気がするんですがだいたい抱きついてきます。はい、これはね、結婚して一緒に暮らし始めてから毎日こんな感じですね。はい、もうそんな感じじゃけん子供たちの寝相が気になってドア開ける始末です。
ぎゅうしながら動いて、子供たち大丈夫かな、寝てるかなって確認するっていう私の強盗テクニックが披露されました。はい、ということで旦那さんは出勤いたしまして、私はやっと全てが終わりました。朝の5時からこちらのお時間、5時半までのお時間ですね、全てが終わりましたので私は二度寝をいたします。はい、いや寝ないとやってらんないですね。旦那さんすごいわ、よく働いております。ということでおやすみなさいをしております。だいたいこの後は7時から7時半の間に起床しております。まず最初に娘が起きますね。娘がねめちゃめちゃ可愛いんですよね。ギャ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 言うんですよ、おはようってはい、その後息子ですね。娘を抱っこしているので息子も抱っこみたいな感じになっちゃうので、2人とも抱っこしてお布団から連れ去っております。次にこちら朝ごはんの準備でございます。息子の卵焼きとパンをね一緒に乗せてあげて朝ごはんとしてあげております。栄養価というものはあまり考えておりません。保育園でね栄養価の高い食べ物を食べておりますので、朝だけは勘弁してくれと。夜はねできるだけ野菜とかもあげたりとかしているんですが、朝は勘弁してくれっていう気持ちで、食べれるものを渡す、そのようにしております。そして次に私は子供たちがご飯を食べている間にメイクをしております。はい、私が今働いているスポーツジムなんですが、そこはねみんなマスクなしなんですよなのでフルメイクですね。はい、元々のパン屋さんは目だけやっておりました。マスクをつけているのでファンデーションとかすべてなしで目だけだったのでね、マジで15分ぐらいで終わってたんですよ。じゃけどフルメイクとなってしまったらもうね40分ぐらいかかってしまう。なんでフルメイクにするだけでねそんだけ時間が違うのか自分ではよく分かってないんですが、ファンデーション塗るときにすごい時間がかかるんでしょうね。はい、ということで8時4分でございます。やばいです。この日はですね8時45分までに登園しないといけない日だったのでめちゃめちゃ急いでおります。これでも、はい、ということで着替えてきまして、髪の毛がねいつもはね何もせずに結ぶだけなんですが、もうボサボサすぎて、朝のねあの動画を見ていただけたらわかるかと思うんですがボサボサすぎて、はい、なので髪の毛は結ぶんですが、一応ねストレートアイロンはかけました。はい、前髪もねなんかくるくるってしちゃって、ということで急いで保育園の準備をしております。ここがね思った以上に時間かかるんですよ。娘のおむつを履き替えさせて新品の状態で保育園に連れて行かなきゃいけないし、息子は今パンツなのでトイレに絶対連れて行ってから保育園に行かないといけないし、ということでねもうバタバタしております。もう少しね早く起きて時間に余裕が持てるようにしなきゃいけないなってしみじみ感じております。はい、ということでこれが我が家の朝の様子でした。だいたいねいつもこんな感じです。バタバタしております。ただね他の家庭と大差ないかなって自分では思っております。どうなんじゃろう、他の家庭はもっとキラキラしとんかな朝の様子よかったら皆さんコメントに書いてみてください、全部読んでます。はい、ということでこちら私は保育園に連れて行きましてお仕事に行っています。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。お疲れ様です。